明日から待ちに待った夏休みだ。何して過ごそう。そうだ、一応日記の宿題ができたんだった。毎日書くぞ。8月1日、今日は一日中寝て過ごした。8月2日、今日は一日中寝て過ごした。8月3日、今日は天井のシミの数を数えた。有意義な一日だったな。8月4日、今日は友達が遊びに来た。いやー、楽しかったね、今日は。え、てか、朝くん、夏休み何してんの？ずっと寝て過ごしてる。あー、そうなんだ。あ、てか、宿題終わった？宿題。夏休みが始まる前に終わったよ。え、すごい、さすがじゃん。夏休み楽しみだったから。今のとこ、寝てしかないけど。え、てか、明日この辺でなんかお祭りあるらしいよ。え、ほんと？行きたい。一緒行く？行くー。8月5日、今日は一日中寝て過ごした。8月6日、今日はシリと遊んだ。ヘイシリ、歌って。歌を歌うのはプロの歌手にお任せすることにします。テレアさんだな。ヘイシリ、好きだよ。もちろんアシスタントとしていつもあなたのことを気にしていますよ。8月7日、今日は先生が遊びに来た。アソくん、スイーツ好きって言ってたから作ってあげたかったんだ。わざわざありがとうございます。あとはこれを寝かせるだけ。寝たきりの横で。あ、宿題ちゃんとやってる？はい、夏休みが始まる前に終わらせました。えらいわね。夏休み楽しみだったから。あ、明日みんなで流しそうめんやろうって話してるんだけど。え、いいな。あそくんも来る？行く。8月8日、今日は一日中寝て過ごした。8月9日、8月10日、8月11日、8月31日、今日は一日中寝て過ごした。明日から待ちに待った学校だ。はい、今回のコラボコントいかがだったでしょうか。毎回コラボの時は火の国親子丼の小島木さんが台本を書いてくれてるんですけど、最近ステージで演劇の経験も積んだそうで、また今までとは違うテイストのいいコントになったんじゃないかなと思っています。そして火の国親子丼のチャンネルでは、今回僕とローズさんが商品をかけてバトルしています。その動画の URL はこの動画の概要欄に貼ってあるので、そちらから飛んでぜひ見てみてください。もちろんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。というわけで、今日は何して寝て過ごそうかな。